はい、どうもです。こんばんは、ポッキーです。チャプター9やっていきましょう。どこだ、ここは。ん？え？また夢の、何？ひまわり咲いてる。え？めっちゃ綺麗。あ、視点操作できる。何これ？どっかに倒れてる？なんだこの、でかい銅像みたいな、かかしみたいなやつは。なんで火を持ってんだ？やめろよ。おい、やめろ。嘘だろ。何やってんの？熱っ。ちょっと待って。よいしょ。開始始まって30秒で熱い。おい。カステヤノスケージ。はいはいはい。誰かの記憶。燃やされた人の記憶？今看護師さんに呼ばれましたね。あ、動ける。なんだなんだ、走れないぞ。おお。悪い夢でも。はい。すごい悪い夢を見ました。多分現実で見たらもう飛び上がってるレベルに悪い夢を見ましたよ。まあ、いや、鍵があるはずなので、鍵を開けましょう。あの小さい鍵ね。なんか、気味の悪いとこですね。さあ、銃弾をゲットしたい。僕は、ここを開けます。うわー！で、まあ、いいや、青汁。1000ポイントでやってくれ。うお !5000! ありがたい。いや、これは良かった。ありがとうございます。5000ポイントも青汁。なるほど、見かけによらず多かったですね。よせやめろ、よせやめろ言ってるけど、何？記憶と、おお、え？え？時に記憶は書き換えられてしまう。何何何あれ？だからこそ大切に扱うべきです。なんで顔のとこから虫が？うわー、かわいそう。開くかい？よし。レベルアップしましょう、じゃあ。あ、ちょっと待って、今回ハンドガンしか上げてないって言われたんで、ショットガンとかをレベルアップしたいなって思うんで、ショットガンをレベルアップしましょう。武器。あー、こっから変えれるのか。なるほど、なるほど。ショットガンのダメージを上げて、さあでは帰りましょうって思ったんだけど、やっぱり帰れない。どっから帰るんだろう。ホールド。なになになに、なんでそんな近づけてんの？え、待って、近い。待って、めっちゃびっくりした今。やばいやばい。なになに、どうしたの？え？あれ？古くなった？顔はまだ穴開いてる。関係ないのか。看護師さん？幽霊でも見たような顔ですね。はい、幽霊よりも怖いものを見ました。看護師さん？あ、なんかあるぞ。なんだこれ。火災？火災の原因は不明。おう。なんかあれそうですね。こっちか。行くべきところは。そうでもないのかな？うお！あ、なんだ？うわ、やばい！何？え？森？なんか向こうに、奥に、ひまわり咲いてる一本だけ。なんか鳥が飛んでいった。今夜の晩飯が飛んでいった。ひまわりさん？そっちじゃない？え？勝手に動いてる。ちょっと待って。今止まろうとしたけど、勝手に動いてる。あいつだ。え？うお。どこどこどこ？なんか変なとこ来ちゃった。もう意味が分かんなくなってきましたね。あ、青汁あるな。ゲット。あ、銃弾もゲット。よし、いいですね。なんだここは。また森だな。で、奥になんか門がある。また建物の中か。あ、なんかありますね、ここら辺。あ、青汁ある。イエーイ。やっぱこういう奥も入っていくべきなんですね。敵に会うことを恐れず。なるほど。わかりましたよ。じゃあ行くか。ショットガン強化したけど、ショットガンの弾一個もないっていうね。絶望的ですね。せっかく強化したのに。青汁いっぱいありますね、それにしても。なんか、何？なんか今。ザザザって草の音が。気のせいか。なんかこれアウトラストに出てきそうな。あ！あっこにバレーボールみたいなやつある。
あれでバレーしようぜ。あの建物には見覚えがある。見覚え？あ、え？これね、最初に来たところ？一番初めに来たところじゃない？開くのこれ主人公。力持ちだね。毎日鍛えてました。なんだと？恥ずかしい。やめろよ主人公。見たことがあるって言ったから一番初めにあの来たあの精神病院かと思ってたじゃないか。なんだよ恥ずかしいな。どこですかここ？アウトラストに出てきそう。アウトラストの精神病院に似てる。うん。ゲーム変わってますね。てい！何も出てこない。もうこれ正面から突破していいのかな？行きますよ。オープンザドア！うわ、なんかすごいホコリが。あ！え？今の一緒じゃない？チャプター9始まった。なんだこの。時計マニアが好きそうなこのドアは。あ、セーブポイントの音聞こえる。ここか。オープン。あ、また中二病の音。ゲット。新聞か。セーブはまだいいんで。やめときましょう。まだね、ポイントもそんなに溜まっていないので、また今度来ます。あ、青汁。すげえなんか、豪華な家です。なんで、なんか今影が荒ぶってた。え、なんか今いなかった。気のせいか。怖いね。自分で怖く言っちゃった。何も見えないのに。何もいないところで、いたかのように言っちゃって、自分から怖がっていくスタイル。あれ？何もないのか。一瞬青汁見えたけど、何もないですね。あ、なにこれ。あ、隠れることができると。それだけか。この瓶一応持っていくか。よし。オープン！なに？待って、なんか奥で影が動いてる。なんかいるぞ。奥。で、こっちで合ってんのかな？こっちで合ってるっぽいな。ちょっと一旦戻ろう。すごい気になるんですよね。一発で正解のところに来ちゃった。あ、危ね。こういうのも見逃しかけた。ヒメネス。あの男にもやっと利用価値が出てきた。ヒメネス。誰だろう。え、こっちも扉あるよね、やっぱり。ここ開かない感じかな。開くんだけど。え？なんだこれ。待って、なんで閉まんの？勝手に閉まるのやめてほしいです。電気消していこう。開けない。うっ、あ、なに、あ、なに、なに？え？どうした？うわ、あ、来た、来た、来たんだけど、来たんだけど、待って待って、待って、普通に来たんだけど、なにこいつ？イェーイ、元気。うわ、どで、え？え？こっちで正解？あれ？じゃあ、向こう側正解っぽかったんで、あいつも出てきて。なので、こっち側をもうちょっとだけ進んでみようと思います。最後。これなんか敵いるよな、完全に。俺完全にこっちが正解だと思ってた。あー、食事タイムでしたか？ちゃんといただきますと言いましたか？ほっ！よし。ここ壊せないよね。OK。こんにちは。一応瓶持っていこう。うわー、大丈夫ですか？何人いる？二人確認。これ見つからない？本当に。あ、こんにちは。普通に見つかりました。元気か？来い。こっちへ来い。てい。なに？あれ？こっちでも？待て待て、こっちでも。こっちでも、あいつ来てる。え、どういうこと？え、時間で来るの？え、意味わかんない、意味わかんない。待て、意味わかんない。正直焦ってる。待って、どういうことだ、どういうことだ。あれ来てない。あれ普通の敵しかいない。いや、奥から来てます。勘弁してください、ほんとに。待って、マジマジ。なんだこれ。なんだこれは。なにこれ、なにこれ、なにこれ、どういうこと。あいつ来てるって、あ、消えた。え、どういうこと。いや、あいつ何なんだろう、マジで。一応二人とも倒しましたが、めっちゃ怖いな、あいつ。こっち側にも来たぞ。でも消えました、なぜか。一体どういうことなんだろう。銃弾ゲット。
なんか奥にありましたよね。こっち側にも来るってどういうことだろう。時間で来るのかな、やっぱあいつは。でも一応避けれたって感じ。そうでもない。見るか、何これ。ノー、周囲を見る。ホールドピンを刺す。何、うわー、なんかちょっと待って、俺のこのコントローラーでこれキュッキュ出る。はい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 、いきます。あ、ごめん。え、待って、俺の体力減ったんだけど、どういうこと。あ、動かせるこれ。え、何したらいいんだろう。ここに刺すのかな。いてててて、何、どうしたらいいんだこれ。ん、何これ。これか。どういうこと。あ、これで刺すってこと。 M の33。 あ、これだね。はいはい、 F7 黄色のところか。同じ F7 に刺すってこと。部分的に成功。 F7 の位置ってことはここら辺だよね。合ってるよね。いきます。え、痛い。ちょっと待って、どういうこと。ここら辺。あ、来た。え、これでいいの。いや、ダメみたいなもんでしょ。脳に刺さったぞ。確かに、何が動き出したんだ。ここが君が言ってた、いわゆる聖域かね。個人の研究室か。あ、なんかすごい強そうな気ある。どうして戻ったんだ。え、僕は許可していないぞ。同じ科学者仲間じゃないか。科学者は知識の探求に打ち込むものだ。君の研究を見せてくれたら、私もいろいろと。きっと気に入らない。君悪がられる。一般人が君が悪いと嫌悪感を抱くようなものを研究するのが、なるほど、科学だ。私も多くのものを研究してきた。はっ、君が悪いもの。君が悪いもの。あ、青白ある。見かけばかり気にするのが君の悪い癖だ。大事なのは頭脳、たったそれだけなんだ。なるほどね。キュート。マルセロ、もう一人はルビ君。誰だったんだろう。まあ一人は知ってますね。あのおなじみのハゲのおっさん。じゃあ奥行くか。さっき行かなかったところ。うわぁ、びっくりした。なんだお前、元気か。なんでそんな急に勢いよく出てくんの。マジびっくりするから。聞いてないよ、君が来ることは。マジでびっくりした。やっぱホラーゲームだったわ。こっちが、なになに。同じ赤い液体のよう。ああ、3つ入れるってことか。なるほどね。もう1個は多分この部屋の奥にあるんでしょう。そして上もあるんですよね、階段の奥で。ここ敵来るぞ、あいつ。あいつから多分逃げたらいいと思うから、一発食らった即死だから気をつけていこう。気合を入れていきます。何枚でもないよね。あ、あった、マッチ。久しぶりのマッチ。え、こっちもある。開けとこう。よっ、やった、スナイパーの弾ゲット。ちょっと急ぎ気味で行ってと思います。多分あいつ来るだろうからね。え、来ないの。今来てもいいぞ、ベッドに隠れられるから。来ないっぽいな。行くか、じゃあ。怖いけど。え、来ないな。てか、なんだここは。待て待て、あぶね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 。えっ、あぶねえな。よし、壊して。あ、いいですね、青汁ゲットできますね。たくさん、すごい蜘蛛の巣がかかってる。なんか奥で人の笑い声聞こえたからな、怖いですね。じゃあ注射しよう。体力回復してた方がいいと思う。よし、行くぞ。誰かいるんだろう。さっき声聞こえたもん。ピアノ。この主人公まさかピアノまで弾けるのか。ピアノ弾ける男はモテますからね。なんだこれ。お、手榴弾か。ピアノは弾けないっぽいな。くそ。よし、
え、なんもないぞ。てかここ、これか。上には惨めな死を笑う顔のない傍観者たち、下には全てを奪われる哀れな犠牲者たち。え、なんかありそうですね。え、どういうこと、何かをはめるってことか。別にそんなはめるもんないぞ。なんか持ってないんだけど。いや、来た来た、やつ来た。待って待って、何来たの。あ、そっちから来た。やばい、どうしようどうしよう。何してる何してるの。いや、これマジでむずい。待て待て待て、やばい、死んだ。何もんだ。なんか向こう行っても多分ダイヤルかなんかを持ってこないと多分先に進めないっぽかったんで、一旦はしごっていうか階段登ってみるかって思います。上になんかありそうだよね。え、上も3部屋あるの、マジかよ。あ、開かない、ここは開かないと。ジョセフいないと鍵も開けられないですよね。あ、開いた。図書室か。あ、敵の声聞こえる。いるな。よし。バレない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 。あっ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 。おこんにちは。さようなら。よし。主人公だいぶ血かかってますよね、これ。まあ気にしてないということで。そこなんかあるか。敵がいそうなんであんまりつけたくないんですよね。ランタン。よし。なんもない。あ、はしごあるぞ。上に登れるのか。でもその前に奥を確認しておきたい。衝動に駆られています。え？あ、あ、よう！元気か？元気そうではなさそうですね。うん。お亡くなりになっている。なんか嫌な予感する。カタカタ鳴ってるぞ。お邪魔しまーす。え、すごい広い。廊下の奥に立つ彼女を見た。ラウラ、やっぱり死んでなんかいなかったんだ。ストーカーの日記かな。銃弾ゲット。なんもないですね。いないよね、敵。よし。お、こんな中にマッチゲット。またあのボクサーみたいなあいつまた出てくるのかな。あいつほんとびっくりしますよね。急に出てきてなんか一撃で死ぬっていう、すごい怖い。待て、敵の声聞こえるんだけど。どっからだ。爆弾だけ解除して。どっから、奥からか。どこだ、あそこか。いや、オッケー。仮装はしないでおこう。こっちか。なんかあるか。え、めっちゃなんか広くて奥に続いてる。なんか広いと怖いですよね。どこまで行くんだろうみたいな思っちゃって。そろそろ終わってくれれば。やばいやばい。え、なに、どうしたい、生を切れ、切れない、待って待って、あ、痛い痛い。そんなバカな。あ、そこ、そこ撃てばよかったのか。先にこっちのはしごをちょっと登っときたいと思います。何があるんだろう。向こうが進む道って、なんか寝てるんだけど、お休みタイムかな。あ、いやいや、起きてくるんかい。やっぱ起きてくるんかい。そんな気してたけど。よし、倒したぞ。なんだこれ。お、え、ダイヤルじゃね？来た、0から24までのメモリが刻まれている。これか。なに？え？なにこれ？どういうこと？え？ちょ、主人公邪魔で全然見えないけど。どういうことですか、これ。なんかのヒント？え、全然わかんない。さあ、ここです。なんか敵の声聞こえるな。あ、こっちある、なんか。なんだここ。
あ、お風呂だ。3日ぶりの地図。このお風呂には入りたくないですね、ちょっと。あ、え？めっちゃ笑い声聞こえる。これセーブステーションじゃないの？違うのか。じゃあ行きますよ。なんかすごい笑い声聞こえたな、今、女の人の。行ったら来るからね。上を狙えば大丈夫。行きます。よし。くそ。あの赤い部分かな？オッケー！来た！なんだよ、これ。誰が作った？めっちゃ痛かったぞ。マジで。よった。あれ、セーブポイントに変わってないかな？変わってない。なんだと？じゃあ奥行くか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。ですね、もし動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。では、もし動画を楽しんでくれたら、なんか知らないけど2回言っちゃった。ということでご視聴ありがとうございました。ポッキーでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。